はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のチームがやっぱりいるのはエースバーン。さすがにみんな使ってますね。けど俺はな、3匹全部使ってるからな、こんなやつは他に見たことがない。見たこともないもクソもないけど、まだ今シーズン入ってから4戦ぐらいしかしてないし、これどうしよっかな。まあ、エースバーン微妙なんだけど、ゴリランダーは結構刺さってるんですよ。エースバーン来そうだよね。インテレオンから入ろうかな。インテレオン、ゴリランダー、エースバーン、この基本選出でいいか。まあ、悪くはなさそう。まあ、強いて言えばあいつがきついんだよな。あいつ、ドラパルト。ドラパルトがちょっときついけど、まあ、インテレオンも悪くないんじゃないかな。はい。はい、対戦よろしくお願いします。しかし、唐突に解禁されたよな。隠れ特性の御三家。ドリューズから来た。まあ、一応これ有利対面だけど、第ロックとか押されると厄介か。片やぶの方ね。それはいいや。ここは相手も引いてきそうな感じありますけどね。スカーフの場合にワンチャン、いや、スカーフの場合余計引いてくるような。だから悪の波動とかにしとこうか。中間卓ドラパルト交換美味しくて、ロトムの場合でも等倍で通るみたいな。ロトム、まあ、大して入んないけど、狙い撃ちを押すよりかマシだったろ。仮に突っ張ってきた時もね、あのひるませて、たすきじゃねえわ、たすきか、たすきを潰すみたいな動きができたかもしれないし、今んとこ結構あれだね、ゴリラが刺さってますね。これグラスメーカーだから、ドリューズの自信が半減になるんですよ。グラスメーカー結構勘違いしてる人がいるんですけど、こいつが半減にするのって地面技じゃなくて地震と確かマグニチュードなんですよ。だから大地の力とか普通に食らう。ボルチェーン、はい。これはまさか来てしまうのか、やつが。エースバーンが。大ジェット多分飛んでくるからな。だから、インテロに引く動きはもう無理だよね。やべえわ、これ。これやべえわ。これ突き見せたら一瞬で終わるぞ。終わったかもしんねえ、俺。終わったわ、多分。逆に言えば、こっちが逆にエースバーン、逆にってそれ、逆になってないじゃん。逆に言えば、こっちのエースバーンを立てられる可能性もあると言えばある。いや、ドリギの種にしとくか。ダイジェットしてくるよな、ここ。火炎ボールとかに甘えてくるんで、あ、オッケー。これのがありがてえわ。さあ、エースバーン対決と行こうぜ。てか、相手今発動してました、あれ。弾か。で、エースバーン、はい。ダイジェットを押すかどうかですよね。でも押すべきだな。向こうがダイジェット押してくるか分かんないしな。ここはダイジェットで行くぜ。ダイジェット、で、ロトム来たら、もうダイナックル決めて。で、飛び膝蹴りで粉砕していくゲームよ。飛び膝蹴りなんか打てるのか分かんないけど。あれだ、ロトムでも難しいね。飛行タイプになるの読まれて電気技。炎タイプになるの弱いで水技とかいろいろあるな。いやでもあれか、格闘技をしとけばとりあえず弱点は疲れないのか。エースバーンちょっと体勢変わりすぎてわけわかんねえよ。こいつマジでわけわかんないよな。あとさ、バンギラスの前に飛び膝打ったらさ、向こうから抜群もらわなくなるじゃないですか。そう考えるとマジでわけわかんねえわ、こいつ。強すぎないか。炎格闘の変幻自在っておかしいよ、やっぱ。炎格闘じゃないけど、まあ、炎格闘、飛行、悪、鋼もありますからね。なんでもあり、まあ、トンボとかもあるからな。まあ月光河のトンボ結構強かったしね。じゃあ S バーンちょっと月光河と違って見た目が致命的に終わってるからな、こいつ。何なんだお前一体。おっと、切ってくれんのか。これはたまたま先制したのか、セバース落としてるのか分かんないけど、まあ上から叩けたのはでかいと。落ちるっしょ。オッケーで、ドリューズなんか来ないと思うけど、来たら飛び膝押せばいいですね。飛び膝というかダイナックルか。ロトム来てもダイナックルでいいな。ロトムね、ダイナックルで削ったらインテレオンで勝てそうな気がするんだけどな。ドリューズから来た。いや、スカーフでも抜かれないし。まあ、こっち飛行タイプになってますけど。まあ、ダイナックルだよね。仮にだって岩石封じ食らっても大丈夫だしな。スカーフ岩石封じの前だけ2回行動されちゃうけど、型破りだって、あ、待って、弱点保険型破りっていいのか。そこがちょっと恐ろしいところだな。
でもここダイヤースは結構押しづらいんじゃないのかな。いやでも微妙だよね、ドリューズの弱点つこうと思ったらこっちはあれを押すしかないんですよ。炎技か格闘技を押すしかないんで、あーなるほどね、そうきたか。でダイナックル、どうしようかな。ここはダイナックルでいいよな。だってここダイヤース食らうのが最悪なんだから、ダイナックルでいいや本当に。うん、地面技を透かすために飛行技とかをしても結局大使用されたら向こうの耐久上がっちゃうし、パワー上げる方優先でいいと思う。この技はちょっとね、ダイヤース食らう時のデメリットがでかいんで、まあ大番だったら倒せたのかもしんないけど、倒せたのかな、もしかして。タスキの可能性あったからね、普通に。てか多分タスキだろこいつ、大スチル。やっぱそうだよな、まあ大スチルだったらあの大番の方がいいんだけど、さすがにもう何でもかんでも読めませんからね。ああまあこれはこれでいいや。これちょっとあれだな、さすがにこれ不意打ちじゃ落とせないよね。いやパワー上がってるしワンチャン落とせるか。命中不安技押したくないんですけど押したくないけど押すしかないか。不意打ち怪しすぎるよね。いやでもここワンチャン大ボール押してくるか、あの膝かわすために火炎ボールにしとこう。相手からしたらどうせねえ今殴られても後で殴られても同じだから大ボールしてくるかもな。ワンチャン膝だったら儲けもんぐらいの感覚で、まあさすがに 90% は早々外さんだろ。いや不意打ちの方が実は良かった説外したね。これ一瞬さリベロに変わる瞬間に外したように見えちゃうんだよな怖いわこの間が。しかもなんかこの切り技出す時も若干間があるじゃん。これ心臓に悪いよ。エースバン強いんだけどこの辺ちょっとバランス取れてんのかもね。最高火力がまあ飛び膝蹴りで次が火炎ボールだと思うんですけど、両方とも命中不安だからな。ここちょっと中途半端な技も押せないんで、いやでもこう不意打ちでもいいか。ぶっちゃけ不意打ちで削ってインテレオンでも多分勝てるな。不意打ちにしとこう。パワー1個上がってるしね、普通にこれめっちゃパワー出るぜ。弾で火力1個上がってる不意打ちですからね。超強い。あ、超強いこいつ。頭おかしいわ。このポケモンマジで頭おかしいかも。対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。インテレオンの持ち物をピントレンズに変えてみましたね。気合のタスキも使いやすかったんだけど、行動保証があって。やっぱりちょっとね、急所を生かすならこっちかなということで、ダイマックス技も急所当たるようになりますしね。そう考えたら超強い気がする。あーこれインテレオン悪くないけどな。どうしよう、インテレオンから入るか。エースバーンもぶっちゃけ結構通ってんだよな。ゴリラもあり、何でもありだな。てかやっぱこの3匹いくか。ワンチャンストリンダーもちょっと出してもいいかもぐらい。初手に誰が来るかですよね。初手ウノラガンとか来るとな、美味しくないし、インテレオンからにしとくか。インテゴリラ、エースバーンとかで行くか。それか初手エースバーン。あー、初手エースバーンの方がいいかな。これで行きましょうか。はい。はい、対戦よろしくお願いします。どうせあれでしょ？いろんな実況者がエースバーンが強すぎるって動画上げてるんでしょ？いやまあインテレオンも多分だしゴリラもだよな。まあ新しいポケモンが出たらもう戦争ですからね。 YouTube が戦争になる。これあれか名前かっこいいな、ドラパルト。ダイジェットを押してしまいたいんだよな。ダイジェットにしときましょうか。 S 番いいよな。ダイジェットがタイプ1になるからさ、前までこのドラパルトタイムのダイジェットで向こうにダイマックスされる可能性を考えると微妙だったんですよ。だから今タイプ1だからね。お、ダイマックスしてこない。不意打ち読みなんか身代わりとかでもいいぞ。不意打ちはちょっと身代わりとか補助技系が嫌なんでね。リュウマイはないと思うけど、いきなりリュウマイでもちょっと嫌だな。
ドラゴンアロー。おや、エースは舐められたもんだな。これ一撃ですからね。ただのドラパルトなど。リベロのこの間が怖いんだよな。ライマックス技だから外さないんだけどさ、すげえなんか外れる感じがしちゃう。あ、タスキか。晴れさせておいてもいいよね。でも晴れさせた場合リザードンかな。晴れさせる必要があんまないか。リザードンの3パワーが発動しちゃうからと、ここは普通にダイジェットでいいや。こいつがな、ドラゴンタイプじゃなかったら大ナックルをして突破したいとこだけど、ドラゴンタイプですからね。だけど助け持ちにちょっとダイマックス切っちゃったの美味しくないな。ただのドラゴンアローだったら適当に殴って不意打ちでよかったからね。まあ当てても結果論ですけどね。向こうにいきなりダイマックスされるリスクとか考えたら、ちょっとここはダイマックスをしなきゃいけなかったわ。これ何気にリザードに来たらやべえんだよな。ダイジェットの打ち合いに勝てるかどうかみたいな。向こうのダイジェット一発耐えるんだったらいいんだけど、耐えなかったら助け持ってないのがあだになる。言ってレオンが、なんとか向こうのダイマックスターンを、噴火竜、これリザードンか。くっそ、噴火竜はやべえよ、ちょっと。ダイジェットしかないよな。はい。向こうの技耐えないだろうな。耐えればチャンスがあるんだけど、一応。ダイジェット押してこなくても、まあチャンスはあるんですよ、一応。一応ね。さっきから一応一応言って申し訳ないけど。あ、てか、インテリオン技変えるの忘れてた。あ、そっちか。じゃあ3パワーじゃなかったし、大ファンでもよかったな。やべ、インテレオンピントレンズにしたから、もう狙い撃ちを採用する意味があんまないですよ。ハイドロップ部とかに変えようと思ったんだけど忘れてたな。あー、やっぱ半分は持ってくね。だけどということは向こうからも半分もらうということですかね。まあ持ち物にもよるけど、玉溜め入るしな、多分死ぬだろうな。あ、巨大黒煙の方で来てくれたか。こっちの方がありがたい、まだマシ。まだマシだけど、まだマシだけど、これどうだ。でも HP 満タンのリザードンと考えれば、弾か。あ、これ倒せんじゃないかな。でもこれさ、狙い撃ち、でもあれか、急所率が2段階上がってる状態なのか、ピントレンズと合わせて。そう考えると普通に素で急所に当てる可能性もまあまああるのか。狙い撃ちってさ、これ火力でも80だからな。まあいい、ドンプに変えてこいよ、ちょっと。ほい、急所当たるかな。当たったわ。まあこれ急所率2段階上がってるからね、確定急所ではないんですけど、当たりやすいんですよね。まあ、あの HP だったら当たんなくても倒せた気がするけど、まあ大盤結果論押さなくて正解でしたね。で結局タスキは巨大極限で潰されてるから、タスキじゃないのも正解と。ウオノラゴーンだったら一応ゴリランダーで勝てそうな感じは相手なんとか竜しか出してないじゃん。これ何がいいんだ、悪の波動でいいか。遅かったらだってゴリラでなんとかなるしな。遅かったっていうか、こいつ抜けるのかな、インテリオンのこと。ドラッパルトは抜けないじゃん。ああ、あれだわ、これはスカーフ弱いこっちも弱いこっちも弱いですね。これスカーフで確定なんで、ゴリランダーで上から、じゃあ上からじゃない、下からドラムアタックして、上からドラムアタックして勝ちな気がするんだよな。ゴリランダーもね、特性が、夢特性が解禁されて、グラスフィールドで草技のパワー上がってますからね。肩は前、今まで使ったのと全く一緒だけど。まあ大体勝てると思うな、この展開なら。ドラムアタック2回して終わりだよね、だって。仮にまあ2回耐えていけば3発目を押せばいいしな。いやでも向こうも回復できんのか。まあドラムアタックで。神砕きがそもそもどれぐらい入んの、半分も入んないっしょ。で、インテルにあのダメージだからな。まあ、こんなもんよ。ドラムアタック。向こうもちょっと回復できんのか。あ、ドラムアタック強え。強えわ。このゴリラは、ま、見てわかる通り、耐久型なんで、まあ、一応正確要求で最速取ってるんだけど、HP にかなり振ってるのもあって、攻撃は全然基礎ポイント振ってないんですよ。だけどやっぱグラスフィールドでな、火力が 1.3 倍になるから、全然無、まあ無振りじゃないんだけど、まあほぼ無振りでもなかなかのパワーが出せますね。対戦ありがとうございました。
でも、誤算キーパーは結構、やっぱ、シナジーがあるからな、単純にタイプの、タイプのシナジーがあるからすげえ使いやすいわ。ありありのありでした。ちょっとな、普通にピントレンズと、狙い撃ち相性いいし、このまま使ってみてもいいかもね、インテレオン。